おはようございます、LINO LINO リノリノです。いやーカレー臭いっすよ見てください、ココイチ。はい、ココイチ大好きな、うん、そうね、本当に大好きなんですけど、ダイエットしててずっとやっと食べるんですけど、2ついくんすか、2ヶ月ぶりぐらいなんですけど、はい、なんか最近ダイエットやめて食欲も増えまして、はい、で私すげえ大食い見るの好きなの、うん、大食い動画、うん、でこの数日ずっと大食い動画見てたのよ。あ、その反動で、そう、食べれんじゃないかなと思ってちょっと買ってきた。無理だったじゃんペヤングも、どうせまたこっちで食うんでしょ。まあそれはそれで良いとして、ちょっとあの食べれるだけ食べたいの、とにかく。なるほど、うん、とにかくカレーが食べたい。わかりました、はい、いただきます。りのりのチャンネルスタート。食べたね、お腹いっぱい。やっぱ大食い見てるだけあるね。もう一個5から見ちゃったから今口の中が。でもこれ計 650g 食べたって、うん、でも大食い1300やって半分ぐらい食べたもんね。食べた、そう。でもあの時と違うのはトッピングがある。あ、じゃああの時より食えるようになってる。若干、うん、その大食いの人ってどんな人がいるんですか、 YouTuber みたいな人。私が大食いを好きになったきっかけから話していいですか。え、いいっすよ。三年食太郎って女の子がいて何三年食太郎、うん、って女の子がいて、その子が可愛くて、うん、その子がこういろんなお店に行ってこう大食いしたりとかしてるのを見て、うん、大食いいいなみたいな、うん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 、なんかテレビチャンピオン大好き、テレビの大食いもずっと見てたんだけど、うん、YouTube で大食い見たのその子が初めてだったの。三年食太郎ちゃんはまあ普通に大食い食べるし、チャレンジで失敗しちゃうこともある、うん、だから期待中みたいな、で多分 YouTube でやってから一回テレビ出たのかな、うんうん、テレビ出て、まあ、テレビの時多分1回戦とかそれぐらいでダメだったんだけど、まあ、YouTube でずっと食べてて、あと好きなのはめっちゃ整形してるのあ、そうなの。それを公表してるの、お、こうやって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 こうやりましたみたいなのをやってたから、そういうのもやってるし、あと彼氏もできて、うん、でその彼氏との一緒に撮ってるチャンネルとか、その一緒に住んでてそこで一緒に大食いするみたいなのも撮ってるの。なんか本当になんか YouTuber って感じだよね。三年食太郎。三年食太郎。あ、モエアーズって、モエアーズはもう、もともとアイドルだから、今もアイドルなのかな、もうアイドルでめっちゃ細くて、うん、あの、細い子がめっちゃ食べれるみたいなので、あの子は多分テレビで私見て、で、テレビなんだ。うん、テレビで見て、すごいなと思ったのが、あの、蒙古タンメンの中本のさ、うんうん、一番辛いやつの、うん、もう、めっちゃでかいやつ、その大食いの人用のやつを、うん、もうあれめっちゃ辛いのね、うんうん、私も食べれるけどめっちゃ辛くて、それをずっとニコニコしながら美味しいって言いながら食べてんだけど、唇がめっちゃ腫れてんの、うん、もう真っ赤になって燃えやず、そう、それでも美味しい美味しいって言って、辛いの大好きって言って食べてる、食べてて、だからあの子はなんかいつもニコニコして食べてんの、ずっと。それがいいんだ。ずっとニコニコして食べてるのがいいのと、あの、江頭さんのチャンネルとコラボしてるの。そんな長くなくていいっすよ、一人で。長いっす、尺。りのりのチャンネル。エビマヨちゃんはテレビで見た子で、あの、新人女王戦みたいな、大食い新人女王戦で、突然現れて優勝した子なの。で、その子も YouTube やってるんだけど、そう、さっきからテレビ言ってるけど、この、テレビの方がすごいの？テレビのがレベル高いの、うん、YouTuber より。って私は思っちゃうかな。テレビだと誰？ギャル曽根、ギャル曽根。まあ、もちろんそうだし、テレビだとアンジェラさんとか。何？アンジェラさんっているのよ。アンジェラ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 さん、下の名前なんだったかな。アンジェラさんって人がいて、ここにね、うん、多分そのアンジェラ。アンジェラ。アンジェラ秋から来てると思うんだけど、こういうなんかさ、やってんだ、こういうなんかあのほら、あれ。うん、わかるわかる。こんなんいつもつけてて。うん、
て水曜日のダウンタウンによく出てるんだけど、アンジェラさん、そうアンジェラさんとあの魔女って言われてる菅原さんっていう人と、魔女、うん、菅原さん、ショートカットの菅原さんって人とジャイアント白田さん、あの男性のジャイアント白田そうそう、何その名前、あの3人はよくそのテレビで今も出てるし、多分その YouTube とかがない時代からその大食いテレビがやってた時に食べてた人だから、うん、あっちの方がなんかその戦ってたりとかするじゃん周りと、うんうんうん、戦ってたりとかもするし内容も結構過酷だったりとかもするから、テレビの人の方が私は食べれてるイメージはある。なんか YouTube はさ、あの一人じゃん、誰かとコラボすることもあるけど、うんうん、基本的に一人でこれチャレンジしますとか作りました食べますみたいな感じだから、そのすってもすごいんでしょ、すごい、そう私とか一般人からしたらめちゃくちゃすごいけど、ココイチだったらこれどれぐらい食うの、その YouTuber の人だと、え4キロとか食べるよ4キロ、うん、さっきから名前が面白いんだけど他に面白い人いないの、えゾウさんパクパクゾウさんパクパク、ね、ゾウさんパクパク、あとはあとはロシア、ロシアン佐藤。ロシアン佐藤。ロシアン佐藤。佐々木孫悟空。あ、それ違う、それお笑い芸人。虫食う人。それもある意味すごいけどね。あとやっぱあれじゃない?天下のマックス鈴木さん。ああ、マックス鈴木ね。最近なんか。聞いたことあるわ。え、じゃあ結局誰がすごいの?あ、一番すごい人。一番やばい人誰?一番すごいのは、うん。小林武さん。小林武。うん。え、何その人?やばい。ね。22歳の、あ、それこそココイチ。ココイチが昔大食いチャレンジあったんでしょ、うん、私知らんけど。あったあった、1300ね。大食いチャレンジを大学生の時にやったら、食べれて、大食い食べれるってなって、うん、テレビのテレビチャンピオンに出て、うん、優勝して、うん、で、あの、アメリカのホットドッグの、あの、早食い大会に出て、ね、古いやつね。そう。出て、前の年に新井さんっていう日本人が、うんうん、チャンピオンだったの。うんうん、でチャンピオンベルト持ってきて、新井さんとで小林さんが勝ったからテレビチャンピオンで小林さんも来て日本代表2人いたの、ね、うんうんうん、で戦いました。当時23歳、うん、小林さん、小林さん、うん、12分でホットドッグ49個、うん、49皿でしょ、すごくない49皿いったやつでしょすごくないあれすごいよ、なんか見たもんちっちゃい時、そう一皿5個あるやつでしょ、そう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 、250本ぐらい食ってんだよ。あれ多分ね、カウントって皿でされてんの、皿皿皿、あ皿でされてんの、あれ皿皿に 5個乗ってっから、うん、であいつら水につけんじゃん、そうでもあれはなんかさ、パンとソーセージ分けて食うじゃんね、あれはなんかちょっとワールドワイドな食べ方だよね、うん、表現者だよ、うん、そうだよ、ね、美味しく食ってるように見えないもん分かる分かる、無理やり詰め込んでるもん、しかもなんか別の動画見たら、あのピザ2枚を2分で食べてたからね小林さんそれも水につけてやっぱ柔らかくして、じゃあ小林最強説、小林さん最強だよあれらしいよ、あのトレーニングで4リットルの水一気飲みするらしいからやばくないそれ500でしょ、これでもきついじゃん、うん、きついきつい、そうしかも大食いで本当のプロになるって言ってニューヨークに、うん、あの後々行くんですよ、うん、しばらくこうこっちにいて大食いのプロで向こうにプロになるって言って、で、うん、であのそのホットドッグの大会の主催の会社に独占契約結ぼうぜって言われたけど、いいね、いいね、なんかいや他の大食いに出れなくなる契約だったので、うんうんうん、だからなんかいや俺は他のところでも賞金稼げるから、うん、その金額じゃやりたくないって、その契約金じゃね、 それはちょっと あまりにも不条理だって言って断ったんだって、うんうんうん、だそのホットドッグの会社ぶち切れて、うん、じゃあお前ホットドッグの大会できんねーっつってずっと6連覇とかしてたのにさ理不尽だね、そうで理不尽な目にあってムカ、うん、ついた小林さんは、うん、そのホットドッグの早食い大会の会場に乗り込むのよ、なぜっつって乗り込んだら逮捕される破天荒でしょ、もういいよ、ね、もういいよこの話、もういいよ、もういいよ、面白いけどいい、大食いやるってことですか、やるっていうか、やっぱあのさ、チャレンジしてみたら普通の一般女性の胃袋がとりあえず650を食ってるわけだから、でも私さ、あのお笑い芸人と大食いできる人にちょリスペクトめちゃくちゃあるね、あるね、あるから、その軽はずみにね行ったらいけないと思うのよ、うん、うん、まあね、そう大食いのお店に
を見て、あ、じゃあ自分のチャレンジしてみようって軽はずみに、ね、いや君全部軽はずみだよ、野球ってでもちょっとずつ買った、あの気持ちはちゃんとリスペクトはあるのとあるけど、その大声できるかどうかっていうのはちょっと、あれから始めない、回転寿司何皿いけるかみたいなさ。ああ、なるほどね。エビマヨちゃんはね80皿いける、ね、やばいやばい。そういや、そんな一人で食ったら絶対無理だと思うよ。10皿ぐらいでアウトでしょ。ちなみにね、小林さんはね2分で44皿だったよ2分だった。早食い大食いなのね。早食い大食いだ。早食い入ってんのやばいね。やばい。だからなんか強いね、日本で一番稼いでる人って言われてますからね。もういいよ。あ、もういい。あ、その話しに来たのね。そうそうそう、わかりました。大食いの動画見すぎて大食いしたくなったっていう。わかりました、はい何の話